フォルツァスタイ。いやーどうも。おはようございます。キアニです。まあどっちでもいいんだけどね。どっちでもいいんだけど今日はキアニなんだけど、はい、まあダム散歩とか、はい、まあいろいろやってるじゃないですか。はいはい、なんとね新しい新企画。新企画。何かわかります？新企画。なんか持ってます、ね。そうそう。なんか持ってんだけど、ね。なんか持ってんだけど。これは見覚えのあるこういう。そうそうそう。あのね新企画ね。はい、もうあのアニセント。ついにね、もうね、常識を打破するから、常識を。で、まあ、これいつもあの私 の, あのファッションチェック、そう、アニ戦闘ジャージ、はい、戦闘ジャージ、戦闘のスタイリングなんだけど、戦うジャージですか。そうそう、このジャージに、これ魚さんね、魚さんはこの輪っか通さない、あえて。この輪っかは通さない。はい、これは、あえて油断してるように見せるから。これは。何ルーズ感を出して。そうそう、ルーズ感出して、はい、まあ、あとこのティアドロップももう顔の一部だから。でね、まあ、こうやっていつもの銭湯行くんですけど、この間こうシャンプーしててね、なんかこう抜け毛がちょっと気になったのよ、はい、すごく、はい。で、なんか薄毛対策も大事だなと思って、たまたま、ドラッグストアで見つけて、はい、使い始めたんだけど、はい、これいい感じでしょ、これ。形いいですね。そうそう。なんて書いてあるんですか。ビグロ。うん。この R がかっこよくない？そう、このシャンプーとこっちがね、ビグロ EX5 って言うんだけど。それなんですか。これはね、秘密なんだよこれ。これ秘密なんだよ。まあまあ、はい。こっちでここで喋ってこう1時間ぐらいになっちゃうんだよ。ここで整えて、これでもうリグルーブとしか言えない。リグルーブとしか言えない。じゃあ早速行ってみますか、はい、ね。さあ、それで、ここからはあのアニセントポイント。まず、基本俺は1番、はい、基本1番。これ大事、これ大事、これルーティンだ。あ、本当ですか。うん、これルーティンだ。埋まってたらどうするんですか。もう、埋まったら待つ。あくまで待つ。あくまで待つ。焦っちゃいけないから。一番があくまで待つ。じゃあ今日、おつぼちゃんも一緒に入るか。はい、入ります。じゃあそんな感じで、はい。すごい企画だね、これ。銭湯はいい、ね、これ応援したいです、ね、すごい企画だな。サウナセットお願いします。はい、いや、すごい、ありがとうございます。いや、すごい企画だね、これすごい企画ですね、これね。なんかすごいね、これね。あれ、なんか白衣着てなかった、なんかいつものおじちゃんと違うんだな、なんか。ここでやっぱね、このシャンプーね、リグロだけ、これリグロだけ、これね、これでキュッキュッとこれね、見えてねえと思うでしょ、サングラスしてるから、ね、見えてねえ、全然見えてねえよ、これ。いや、マジね、これリグロすげえな、これパネや、これね、整えるのが大事なんだよな、マジリグロってきた、びっくりまくりだな、これ。あ、わかんねえ、ちょっと泡が顔についてます。じゃあ気のせいだよ、ちょっとザブッと入りますか、これ。いやー、マジ整ったな。やっぱね、まあ、さっきのさ、リグロ EX5 って発毛剤なんだけど、やっぱりこう発毛剤を使う前にあのリグロシャンプーで整えるのがね、俺はいいと思ってるんだよ、はい、なんとなく。ただ、ね、結構やっぱ、ね、銭湯は暑いね。銭湯は東京の風呂は、ね、結構暑めです。暑いね。でもね、サウナもあるから。あ、サウナも入れるの。サウナでまたさらにね、整うよ。なるほど。行ってみよう。あのね、結論から言うと、サウナロケってすごいな。すごいっすね。すごい、これホンティングフィールだね。いやー、これね、なんかね、もうね、瞬間整ってきたね。水風呂行こう。うわぁ、くわぁ、くわぁ、やばい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 、これ整った、整ってきた、これは、これはやばいですね。これやばい、これやばい、これはやばいですね。整ってきた、これはやばいっすよ、兄貴。うわぁ、やばい、これ。オーケー、ちょっと、もうちょい、カメラに向かって一言どうですか。届く、もうね、リグってます。リグってる。もうさらにリグロシャンプーがさらに整うよ。これリグってる、リグってる。リグってる。ちょっと冷たいよ。オッケー。
大友ちゃんリグってきたよ。リグってきました。あ、リグってきた。リグロってきましたか。リグロってきたよ。もうリグロマンだよこれ。リグロマンのリグロ。リグロマンのロマンだよこれ。もうね、いや挑戦的ですよね。挑戦だよ。もう自分の中で自分を超えてくねこれ。もうね常識をね超えなきゃダメなんだこれから。挑戦しますよ。もう自分を超えなきゃダメなんだよ。ロール一辺倒のことやってダメですよね。整ったよこれ。リグった。マジリグってですよ。あよし、これでリグルよ。リグロ EX5 これ発毛台だから。いやいいでしょこのデザインが。なんかさ、リグロマンに変身しそうでしょ。このね、グリップ感がいい。こうやってこう、うわーリグってる。リグルーブやべえよこれ。こうまんべんなくね、油断しちゃいけないんだよ。よし、完全に初持った。初持った感じあるんだよこれね。マジね、もうほらちょっとリグロマンになってるじゃん。ちょっとやっぱ銭湯はいいね。いや整ったなこれ。いやめっちゃ気持ちよかったですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやまあ夏で、夏っすね。スイカ食べました。今年まだ食べてないです。冷やし中華は食べました。あ、いいっすね。こう銭湯で整って、まあ僕あのシャンプーもっとね、これであの知らないと思いますけど、これでこういい感じに整ったんで、ビールルービーかな。ルービーがいいですかね。ルービーいいですね。本当ですか。はい、ちょっといいですか。はい、ちょっと俺気になるんだけどさ、はい、なんで白衣、なんで白衣着てるんですか。実は私ロート製薬の小谷と申します。あ、そうなんだ。いつもの、おじちゃんとおばちゃんと違うから、はい、なんで不思議だ。それでじゃあこれ俺が使ってる流れみたいな。そうですね。あ、そうなんですね。なんかこれもうパケ買いしちゃって、パケ買いって携帯じゃないですよ、はい、パッケージ買いして、 どんなんかこれ教えてもらえますかねこういうの。はい、はい、兄貴があの使われていた今回このリグロシャンプーというのは、うん、これだ。リグロシャンプー、はいはい、こちらになります。はい、緊張してます。緊張してます。人生一回きりですから、ね。はい、リグロシャンプー、はい、毛髪頭皮を健やかに保つ、うん、医薬部外品のスカルプケアシャンプーになります。スカルプケアね、うん、はい、なんかねスースーしましたよ。うん、よかったです。うん、このシャンプーのポイントは3つ、毛穴汚れをしっかり落とす除去力と、うん、5つの髪にいい植物エキスを配合していること、うん、で有効成分として殺菌成分、抗炎症成分を配合しています。で、頭皮を健やかに保ちます。なるほど、はい、まあ、つまり分かりやすく言うとリグ気絶ってことでしょ。リグ気絶、まあ、ね、そういうことですね。あとどんなことがあるんですか。はい、やっぱり頭皮が汚れていると髪の育成に影響を及ぼすこともありますので、うんうん、リグロシャンプーを使って頭皮の環境を整えて、うん、頭皮を健やかにしていただきたい。じゃあ俺中で整えてね、サウナ入ったり、はい、シャンプーで整えたの間違ってないですね。バッチリですね。いや、よかったな。でさらに、はい、薄毛に悩んでいる方に向けて、こっちか、はい、こっちだ。こちらロート製薬の発毛剤リグロ EX5 もご一緒にお使いいただくことができます。壮年性脱毛症における発毛成分ミノキシジルを国内希少に、ミノキシジル製剤中、うん、最大濃度の 5% を配合していまして、すごいっすねこれ、はい、脳編集できますねこれね。脳編集で分かりやすく言うと、はい、分かりやすく言うと、はい、ミノキ絶ってことでしょ。だからミノキ絶ということなんでしょうか、ね、分かりやすく言うとね。もうあの赤と黒を基調としたスタイリッシュなデザインで、はいはい、かっこよく、そうですね、持ち運びもしやすいようなボトルっていうのにもこだわっております。かっこいいですよね、はい、うん、なんかリグロマンに変身した気分な。リグロマン間違ってないですか。リグロマンはなんか変身みたいな。リグロマン、リグロマン間違ってないですか。苦笑、はい、はい、ですね。、はい、リグルーブで整った。まあこんな感じです。ちょっと待ってください。あ、今のいい。どうやら今ちょっと待ってください。待ってます。そういうのがいいんですよ。リグルーブで整った。もうちょっと楽しい感じ。やばい。整った、もうちょっと楽しい感じ。いいですか。ちょっと分かりました。もう一回、はい、リグルーブで整った。ピンポーン。いやー整った。ゾウちゃん整いましたね。マジ整ったよ。いやいや、なんかさ常にこう切らさないしね。ドラフトスターで。そうそうそう。それでさ、やっぱ先頭上がりはまあ整ったし、ルービーでね、ここお母さん久しぶり。あ、どうもどうも。ここね、味止めはですね、はい、1年半ぶりだよね、はい、でさ、お母さんさ、はい、生ビール飲める。生ビールありますよ。本当、じゃあちょっと、はい、どうぞ、ね、ちょっと整ったんで、はい、行きましょうか。いや最高だねこれね、はい
やっぱね、これね、生まれ変わったね。なんか自分が自分を超えていく感じだから、なんかね、俺の伸びしろもっとあるんじゃねえかって気もしてきて、いや、焦りましたよね。そういう、俺が俺をね、超えていくみたいな。なんかね、それが、そういう感じはね、リグった感じ。リグった感じですか。ああ、満喫してますよ。来たー、これ。はい、うなぎの肝でーす。いやー、いただきます。はい、いただきます。美味しいですか？たまんね。マジでうまい。マジでうまそう。マジでうまい。最高だな、これ。うん、どうですか？うまい。うまい。いやー、やっぱ自分を超えていくわ、お母さん。俺いつも何時間も飲んじゃうんだけど、今日はもうサクッと帰るよ、これで。もう自分を超えていくもん。あ、お友ちゃんお会計しといて。もうね、サクッと俺が俺を超えていくから。もうね、伸びしろすごいよ。また挑戦始まるからね、挑戦が。